今では可愛らしく面白いキャラとして人気の長州力。自身のツイッターでハッシュタグのことをハッシュドタグと間違えてツイートしたことでバズり、グッズが販売されたりテレビ番組に出演したりと現役時代並みの忙しさを見せています。そんな長州ですが、現役時代ファンはもちろん周りのレスラーからも恐れられる存在でした。そこで今回は革命戦士と言われた長州力が起こした革命30戦を紹介します。ミュンヘンオリンピック出場、専修大学レスリング部出身で全日本学生選手権で優勝するなどの実績を出していました。そして大学3年生の時ミュンヘンオリンピックに出場、しかし日本国籍がなかったため日本代表として出場は果たせなかったのですが、夢を諦めきれず、たとえ日本代表じゃなくてもどの国でもいいと韓国の選考会に急遽出場し代表の座をつかんだのです。というのも長州は在日朝鮮人だったこともあり、韓国代表での出場となりました。フリースタイル90キロ級で出場した長州ですが、残念ながらメダルに手は届かず、その時を振り返った長州は、メダルを取る人は僕たちよりもまだ何段階も上の練習をやっている、立てた目標に対してはたどり着けたっていう思いと開口。スカウトで新日本プロレスに入門。その後長州は新間久志氏からのスカウトを受け新日本プロレスに入門をしました。この同時期に全日本プロレスでジャンボ鶴田が全日本入りを果たしていたことから、新日本も対抗するために長州を新日本に入門させたのですが、新間氏の本音はあくまで欲しかったのは長州ではなく鶴田だったと言われています。デビュー戦で勝利。1974年8月8日日大講堂で行われたエル・グレコ戦で本名の吉田光雄でデビューを果たすと、得意のサソリ固めで勝利を飾りました。いきなり海外武者修行。長州はデビュー戦からすぐに海外武者修行に出され、ヨーロッパや北欧のリングを転々とすることに。その先ではミル・マスカラスやランディ・サベージなどと対戦し、若手ながら着実に力をつけていきました。そして日本に凱旋した長州は1977年4月にリングネームも本名の吉田光雄から現在の長州力に改名。武者修行で力をつけた長州だったのですが、華やかさに欠け武骨なスタイルだったため、ファンはもちろん内部の人間からも受けず、新間氏も長州は自分が望んで入団させた選手でないことから大きくプッシュしようとしませんでした。1978年、マディソンスクエアガーデンという大舞台で WWF ジュニアヘビー級王座を奪取した藤波辰爾が凱旋を果たしたことにより、長州の存在は脇役へと追いやられ、外国人相手のかませ犬扱いとされていきました。これを見かねた坂口誠二が自身のパートナーに長州を抜擢したことで自身の初タイトル北米タッグ王座を奪取。猪木、坂口、藤波に次ぐ第4の男の地位にまで上がったのですが、ブレイクするまでには至らず、藤波との人気の差も開く一方でした。レスラー人生のどん底。昭和57年1月1日の後楽園大会で行われた一戦でアニマル浜口と対戦。ここで自身のフィニッシュとなるリキラリアットを初披露した長州でしたが、シングルのリーグ戦である第5回 MSG シリーズでは八津義明とタイガー戸口と引き分けただけで1勝も挙げられず、0勝10敗という不成績で終わり、猪木だけでなく藤波にも負けた長州はどん底にまで叩き落とされていました。シリーズが終わると長州はメキシコ行きを志願。後にメキシコへ行った理由を、逃げたんですよ、体がきつくてメキシコに行かせてほしいと頼んだようなもんと述べていました。長州力独自のスタイルが完成。メキシコに行った長州は UWA でエルカネックを破り、UWA 世界ヘビー級王座を奪取。グラン・ハマダと組んで UWA 世界タッグ王者となるなど2冠王に輝き、髪型も近所に散髪屋がなかったのと言葉が通じないということで億劫になり、髪を伸ばしてイメージチェンジ。この挑発スタイルこそ長州独自のスタイルになったのです。海外で自由に伸び伸びやったことで心身ともにリフレッシュした長州は日本へと帰国。藤波、お前は俺のかませ犬じゃない。10月8日の後楽園ホール大会メインの試合前に事件は起きました。田中リングアナから藤波より先にコールを受けると、長州はどうして俺が先なんだと噛みつき、藤波と長州に視線を送りつつも戸惑いの表情を浮かべました。試合中も開始前のいざこざが原因で藤波と長州はバチバチ状態に。
長州が思い通りに動かないことにじれた藤波は長州にビンタを放ち、これに怒った長州は藤波の顔面にビンタで返し、試合をガン無視して喧嘩を始めてしまいました。そして長州は、なんで入場の時に俺がお前の前を歩かなきゃいけないんだ、なんで俺がお前の前にコールされなきゃいけないんだと噛みついたのです。この発言が後に、藤波、俺はお前のカマセイヌじゃないと派生したと言われています。今までの序列を覆す、長州は藤波との試合で長らく出していなかったサソリ固めを解禁し、藤波をギブアップ寸前に追い込んだり、バックドロップやリキラリアットサソリ固めも出したことで、今までの長州とは違うと印象付けることに成功。それまでの新日本は猪木、藤波、タイガーと序列ができて、その光景が当たり前になりつつあり、新橋もその序列を崩す気はありませんでした。しかし長州が序列に割って入ったことで、今までの光景が一変し、ファンに大きなインパクトを与えました。タッグリーグ戦をボイコット、長州の勢いを見た新橋は第3回 MSG タッグリーグ戦に参戦することを命じたのですが、長州は敷かれたレールには乗らず、シリーズをボイコットしたのです。革命軍結成、1983年の新進黄金シリーズでは、マサ斎藤、キラーカーンと合流して小林邦明を加えた革命軍を結成しました。長州は4月3日の蔵前国技館大会で藤波と対戦し、リキラリアットで3カウントを奪取、 WWF インターナショナル王座に輝き、念願だった藤波越えを達成したのです。維新軍解散、革命軍結成後、アニマル浜口、寺西勇、八津義明も加わり、維新軍へと名前を変更。そして1985年8月5日、サマードリームフェスティバル大阪城ホール大会で、試合後に長州が、もう目標は達成された、今日限り維新軍団を解散します、もう馬場、猪木の時代じゃないぞ、鶴田、藤波、天竜、そして若い俺たちの時代だとマイクアピール。そこに私服姿のスーパーストロングマシンが現れ、両者はがっちり握手を交わします。しかしジャイアント馬場の了解を取らず進めたことで、それまで円満だったジャパンプロレスと全日本プロレスの関係が揺らぐことに。ゴールデンタイムで長州力特番、1985年9月には芸能事務所とレギュラー放送における企画制作契約を締結。テスト放送として12月5日に日曜19時半から90分のザ・スペシャル枠で長州力特番を放送。その後の計画では、大晦日紅白の裏番組として格闘技大戦争特番をぶつけ、翌86年3月に特番、4月からレギュラー放送開始という流れが組まれていましたが、うまくいかず雲隠れする長州。勢いに乗っていた長州は全日本プロレスのエキサイトシリーズの欠場を発表。というのも、手首にガングリオンができたということで万全の試合をできないと判断したため。しかしこの動きを怪しく思った多くのファンは、新日本復帰を目論んでの仮病なのではと推測。新日本プロレスを離脱し、全日本プロレスで活躍していた長州だったのですが、憶測の中にはそろそろ復帰するのかもしれないという希望も含まれていました。実際のところは、新日本と全日本を天秤にかけての雲隠れだったとのこと。これに関しては長州本人が認めており、全日側としても馬場が長州、八津と鶴田、天竜の4人に対して、これからはお前たち4人が全日本を支えてほしいと大塚氏と離れて全日本との直接契約を打診。それとは別に、日本テレビも馬場にも知らせず松根社長を動かし、長州を日本テレビ契約選手として全日本プロレスに派遣という形で引き止めようとする動きまであったというのです。全日本プロレスとの提携を解消。その後、長州は復帰の会見で、3月いっぱいで全日本プロレスとの提携を解消、ジャパンプロレスは完全独立と発表。長州は、ジャパンは独立しても新日本と全日本と選手個別のシリーズ契約で出場、バーターでジャパンの主催興行に新日本と全日本の選手に参戦してもらうという考えでした。しかしこのプランに八津と永元が猛反発。長州の考えは単なる口実で新日本に戻りたいだけだろうと長州を痛烈批判しました。長州追放宣言。大阪城ホールでの猪木 VS マサ斎藤戦の観客席に現れた長州、小林邦明らはセコンドに長谷を送り込み、試合後にフェンスを挟んで藤波ら新日本勢と一触即発。この騒ぎに馬場も自らジャパン本社に駆けつけ、長州だけでなく斎藤も
全日本プロレスに出場させる代わりに独立を撤回しろと迫ります。しかし翌28日開幕戦当日に長州が斉藤、小林、寺西、穂中、笹崎、健介、タイガー服部、カルガリーハリケーンズのマシン、ヒロ斉藤らと共に本社に籠城し、試合出場をボイコット。ここで全日本に出場したら新日本とのラインが消滅すると考えた長州は、武田会長、大塚副会長の説得にも応じず、結局開幕戦に出場したのは八つ、エーゲン、クリスの3人だけでした。これを受けてその2日後の1988年3月30日、ジャパンプロレスは記者会見を開き、武田会長と大塚副会長が長州力の追放を宣言したのです。そしてその席上で大塚氏は1月の川崎大会終了後に長州と共に新日本本社を訪れ、待ち受けていた猪木からうちに戻ってこいと誘われていたという事実を明らかにしました。しかし長州は事前に提示されていた1億円ではなく1000万円しか受け取ることができませんでした。長州再び雲隠れ。1987年2月20日、長州はエキサイトシリーズ開幕戦である後楽園ホール大会を風邪による発熱と下痢という理由で欠場。全日本は翌2月21日開催の沼津大会に長州が出場することを発表したが、長州は沼津大会にも姿を現しませんでした。しばらく表舞台から姿を消した長州でしたが、週刊プロレスが伊香保温泉に雲隠れしていたことをスクープ。3月23日記者会見を行い、全日本との契約を解除して独立する方針を表明したが、この会見は契約する全日本、日本テレビの了承を受けておらず、ジャパンプロレスの所属選手や社員の総意ではなく長州の一方的な会見であったため、馬場を怒らせてしまう事態に発展。長州は身勝手な動きで周りを混乱させてしまいました。猪木を泣かせる。1988年7月にシングルマッチで長州は猪木からフォール勝ちを奪うと、89年2月にもラリアット6連発で再び猪木に完勝。2回も長州に負けた猪木は試合後に号泣し、政権交代が起きました。闘魂三銃士をプロデュース。名実ともに新日本マットの中心となった長州は、マッチメーカーとして猪木が一線を退いた後の団体を取り仕切り、武藤、長野、橋本の3人からなる闘魂三銃士をプロデュースしました。イベントの定着化に成功。また現在でも続く 1.4 東京ドーム、 G1 クライマックス、 G1 タッグリーグ、ベストオブザスーパージュニアなど定番イベントを創設し定着化。ドームプロレスの生みの親となり革命を起こしました。大赤字を埋める。平和のために北朝鮮の平壌国際体育文化祝典で行った大会、もちろんプラスになるわけがなく、とんでもない大赤字を出してしまったのです。しかし因縁明日からぬ UWF インターナショナルとの構想を主導することによって、その赤字も徐々に克服。なんと平壌で生んだ赤字を全て完済することに成功したのです。現場監督が G1 全勝優勝の快挙。猪木越えを果たした長州は新日本プロレスの試合をマッチメイクする立場になり、現場監督として活躍を見せます。そして1996年8月、6回目となった G1 クライマックスに現場監督として出場した長州。橋本、武藤、健介、狼軍団となっていた長野にメインを任せて一歩引いた立場を取っていたため、なぜ出場したのか未だに謎のままですが、45歳だったためこれがラストチャンスと考えていたと言われています。全勝のまま決勝戦に進出を果たし、長野と対戦した長州。死闘の末長野がギブアップし、長州が全勝優勝という偉業を達成しました。試合後のバックステージではアントニオ猪木だけでなく坂口誠二からも祝福を受けたのですが、インタビューでは、俺は今回俺一人で頑張ってきた、誰にも感謝するつもりはない、なぜ健介は俺の痛めている左膝を攻めなかったんだ、なぜ攻めることができなかったんだ、俺は今の自分に100点をつけるよと現場監督としての威厳を見せつつ辛辣なコメントを残しました。1回目の引退。1997年1月4日の東京ドームで長州は G1 覇者として IWGP ヘビー級王者だった橋本に挑んだのですが、垂直落下式 DDT で完敗。長州にとって IWGP への挑戦はこれが現役最後となりました。そしてそのまま引退を表明し、
1998年1月4日の東京ドームで1度目の引退を行いました。汗まみれのシャツを大仁田にプレゼント。第一線から退いた長州、その間に過激なプロレスを行う FMW が人気を博し、中でも勢いがあった大仁田敦が徐々に引退した長州に歩み寄ります。1999年 1.4、 東京ドームで佐々木健介と対戦した大仁田敦。しかし大仁田がリングで火を使用したことによって反則負けに。その後大仁田は長野とグレートムタと対戦し、その度に長州さん俺とやってくださいよと発言。引退した長州に対してしつこく大仁田が対戦を要求し続けたのですが、もちろん動くことはありませんでした。本人も大仁田とはやらないだろう発言するほど実現は不可能と思われていました。しかし事態は急変。 FMW の興行の後に新日本プロレスのフロントが現れ、大仁田の汗のついたシャツを渡します。そのシャツは長州が練習で汗を流したシャツでした。そして長州はついに試合をすることを決意。またぐなよまたぐなよ。ある日長州が練習をしているリングに大仁田が登場し、長州さんいつになったら試合をしてくれるんですかと詰め寄りました。そんな大仁田に対して長州はまたぐな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 よと幾度となく警告。長州は神聖なリングに上がるなという意味でまたぐなよと言っていたのです。ノーロープ有刺鉄線電流爆破デスマッチでカムバック。そして長州が現役を引退してから2年7ヶ月後の2000年7月30日横浜アリーナにてノーロープ有刺鉄線電流爆破デスマッチが行われ、長州はこの試合で現役復帰を果たしました。いつもと変わらない黒パン姿で登場した長州は結果的に一度も被爆することなく最終的にサソリ固めで勝利。大仁田は何度も電流を浴び大流血の末敗戦。しかし試合後に長州は大仁田に対し、お互いの意地の張り合いでは俺の方が完璧に完敗と執念を認める発言を残しました。最初は誰もが無理だと考えていた復帰が現実のものとなったのです。現場監督退任。新日本プロレスで現場監督を務めていた長州でしたが、2002年2月に武藤らが全日本プロレスに事実上引き抜かれたことで現場監督の立場を降ろされてしまいました。新団体 WJ 設立。長島氏と長州は新団体設立のためにスポンサーを探し、古くからの長州の谷町である北海道を中心に活動する起業家の福田氏の協力が得られると、2002年11月に WJ プロレスを設立。旗揚げ興行前から2億円の資本金、道場の開設、巡業バスや社長専用車の購入、著名人を招いての忘年会などが話題となり注目が集まりました。所属選手も佐々木健介、鈴木健三、大森高尾、安義明、越中志郎らを呼び旗揚げの体制を整えたのです。長州は WJ を旗揚げするにあたりマスコミを通じてプロレス界のど真ん中を行くと発言していました。しかし WJ プロレスは旗揚げ当初から観客動員に苦戦して収益を上げることができず、旗揚げの際に用意した2億円の資本金も無駄な出費や赤字の補填ですぐに使い切ってしまったため資金不足に。選手に対してギャラの未払いが発生し、このことで旗揚げから半年に満たない8月に鈴木健三、9月に八津義明が相次いで退団。 WJ で営業を担当していた八津は東京スポーツの取材に対して、長州をはじめとする WJ フロント陣はインディー団体を分かっていないと紛糾。その結果 WJ は即解散に追い込まれたのでした。2回目の引退。長州はその後新日本プロレスやハッスルなど各団体に参戦するようになり、プロレス界を盛り上げていきました。しかし2018年12月28日プロデュース興行パワーフォール2018の試合終了後に控え室にて引退を示唆。翌年6月26日の東京後楽園ホールに引退興行を開催することが発表されました。そして2019年6月26日後楽園ホールで行われたパワーホール2019で藤波、武藤、真壁戦をもって現役を引退。革命戦士、現場監督と呼ばれたプロレスラー長州力の現役生活は幕を閉じました。これまで数々の伝説や逸話、革命を起こしてきた長州ですが、現在では自身の YouTube や Twitter、テレビで革命を起こし人気を博す存在になっています。今後も長州の動向から目が離せませんね。いかがだったでしょうか。
このチャンネルがいいと思った人は高評価とチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。ご視聴ありがとうございました。